2016年モデルの電気式、コーヒーメーカーコーヒーメーカーは、電気的熱源によって、湯を沸かし、コーヒーを抽出する一体型となった機器。コーヒーマシンとも言う。コーヒーの抽出には味に影響する変動要素が多く、慣れて定量化できないと美味しいコーヒーを入れるのが難しい。そこで、自動的にコーヒーを入れられるように作られたのが、コーヒーメーカーである。日本では、 電気コーヒーに液として、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、電気機械器具品質表示規定に定めがある。ろ過しながらコーヒーを抽出する方式。日本の電気機械器具品質表示規定別表では、バスケットのコーヒー粉に熱した水を滴化し、浸透させ、自調によりコーヒー液を抽出するものをドリップ式と定義している。ドリップ式。 コーヒーメーカーで入れたコーヒーは、再本式で入れたコーヒーに味で劣るとの評価もあるが、非常に手軽にドリップコーヒーを入れることができるため、家庭用としてはもちろん、オフィス向けとしても需要が高い。日本の電気機械器具品質表示規定では、ドリップ式の内ヒーター部分と水を入れる容器が一体になっているものは、水容器一体型ヒーター部分から水容器を着脱可能なものは、 水容器着脱型と復帰しなければならないとしている。使用方法製品によって若干の違いがあるが、概ね次の通り。ドリッパーの上に乗せるものもあるにフィルターを敷き、出来上がりのコーヒー量に応じた量の引いたコーヒー豆を入れる。水容器にコーヒー粉に応じた量の水を注ぐ。ほとんどの製品はサーバーに出来上がりのコーヒー量のメモリが記してあり。 水の軽量をカップを兼ねている。スイッチを ON にする。バリエーション前日のように、ドリッパーに引いたコーヒー豆を入れ、給水タンクに給水すると、サーバーにコーヒーが抽出されるものが主流だが、その他にも以下のものがある。深めに焙煎して極細引きにしたコーヒーに圧力をかけながら抽出する方式。日本の電気機械器具品質表示規定別表では、 バスケットのコーヒー粉に水蒸気等の圧力で熱した水を浸透させ、強制的にコーヒー液を抽出するものをエスプレッソ式と定義している。再本式、コーヒーメーカーロート、フィルター、フラスコなどで構成され、フラスコで沸騰したお湯が上部のロート内に入れたコーヒーの粉と接触して抽出する方式。日本の電気機械器具品質表示規定別表では、 ロートのコーヒー庫に水蒸気の圧力で熱した水を押し上げ浸透させた後水蒸気の圧力の減少または自重によりコーヒー液を抽出するものを再本式と定義しているバキュームコーヒーメーカーとも言うパーコレーター式コーヒーメーカー本体のポットに熱湯を入れて加熱することでポット上部のバスケットにあらかじめ入れておいたコーヒーに 湯がパイプを通って接触することで抽出する方式。日本の電気機械器具品質表示規定別表では、バスケットのコーヒー粉に沸騰現象を利用して熱した水を循環させて、コーヒー液を抽出するものと定義される。ミルツキは一体型とセパレート型の2種類あるがラインナップは少なく、ドリップ専用タイプも多く販売されている。なお部品類の水洗いは必ず、 手洗いで行うよう指示されており、食器洗い乾燥機では洗えない。セパレート型ミル付きモデルのミルブモーターは、手でミル駆動ボタンを押している間のみ動作し、ミルブとドリップホーム部の同時駆動は不可。ミルガが開いている時は、モーターカッターが回転しない安全装置が付いている。ミルブを約20秒以上連続駆動すると、モーターが加熱して故障。 火災の原因となるほか、豆が細かくなりすぎて、コーヒーが濃くなったり、ドリップ時に、お湯が溢れやけどする恐れがある。さらに、豆を入れずにミルを空運転する、コーヒー豆以外のものや湿ったコーヒー豆を、ミルで引く、各機種で定められた量を超えるコーヒー豆を引く、などすると、カッター破損やモーター故障の恐れがある。なおコーヒー豆挽き加減の目安となる、ミルサインがついた機種もあり、 点滅回数が増えるほどコーヒーが濃くなる。近年は金属製 T ーサーバーが付属され、コーヒーのみならず中国茶や紅茶も入れられる機種も登場している。コーヒー粉を入れるペーパーフィルターは各メーカーよりサービスパーツとして取り寄せ購入可能であるとともに、市販品も使用可能。コーヒーメーカー内部には湯沸かし機能が搭載されている。このため水容器に お湯を入れると勢いよく、多量の蒸気が出るので火けしたり、水容器やガラス容器が熱で変形し割れる恐れがある。内部配管洗浄は、ジャーポット洗浄用クエン酸を使用可能。水道水に含まれる、カルキを除去する、活性炭フィルターを搭載した機種もあり、2から3年に一度交換するよう推奨されている。保温時における電気の無駄を防ぐため、 一定時間を超えると電源が切れる無操作自動電源切れ機能を搭載した機種もある。2020年現在もコーヒーメーカーを製造している国内大手電機メーカーはパナソニックと東芝のみ。ありがとうございます。